おはようございます。今から平凡な一日をやっていきたいなと思います。ただいまでからですね、時刻が11時前ということで、ちょっと今日遅いんですけども、まあ、今から寝ていくんですが、明日の朝また皆さんに寝癖を見てもらいたいなというふうに思いますが、実はですね、僕今日これ今日まさにさっき髪切ってきたところで、多分動画的にはもうヘアカットの動画出てると思うんですけど、平凡な一日としては、まあ、僕今日これ髪切ったばっかりで、一回もまだこの髪の毛で寝てないので、どんな寝癖に仕上がるのかっていうのがちょっと今のところ未知数な髪型ではあるんですが、まあ、おそらくおせさんは、このおせさんって僕の美容師の方なんですけど、まあ、平凡な一日を計算した上でカットを入れてくれてるはずなので、まあ、おそらく明日はまあ楽しめる髪型にはなってるとは思うんですが、まあ、一回寝てみないとわからないので、本当に僕も寝てないので、寝癖がどうなるか全然わからないんですけど、まあ寝てみて普通なるか、もしくはちょっと短くなったからさらに激しめになるかはちょっとわかりませんが、寝ていきたいなと思います。では、夜遅いので11時に寝ます。おやすみなさい。はい、という感じで、ラグビー風ゴミ出しというか、一応僕のイメージでは急いでるサラリーマン風のゴミ出しだったんですけど、ちょっとラグビーっぽくなりました。で、久々にですね、ファミリーマートごとオフィスに行って編集したいなと思います。やっぱり平凡な一日、この動画でオフィスが出てないと寂しがる方もいらっしゃるので、久々にオフィスに行って編集します。今日編集するのは昨日髪切った動画を編集していくんですが、意外とヘアカット系の動画はですね、編集するのが時間かかって、多分午前中では終わらないと思うので、まあ今日1日かけて、まあ、終わればいいかなと思います。では9時、ただいま9時ですが、では今からオフィス出社してきます。11時半ぐらいまで頑張りたいなと思います。それではですね、セカンドチャンネルで喋る準備とかめちゃくちゃしてたんですが、ちょっとだけ昼寝しようと思って、ちょっと寝たら、もう2時間か3時間ぐらい寝てしまってました。まあちょっと今日はですね、雨やったっていうこともあって、ちょっと疲れてたっていうこともあって、ちょっと寝ちゃってましたね。
もうこの時間はですね、本当やったらもうジム行く時間なんで、ジムの準備したいなと思います。はい、それではジム前に到着しました。ちょっと寝起きなので体が動くか分かりませんが、頑張っていきたいなと思います。今現在が4時、子供たちがサッカーしてますね。今現在が4時50分なので、まあ多分7時ぐらいには家に帰りたいなと思いますので、まあ、今から筋トレして風呂入って、帰りたいなと思います。では行ってまいります。はい、それではですね、7時10分前っていう感じになってます。最近ですね、5時から7時っていうのが、まあ、これがジムのゴールデンタイムになってて、まあ、毎回この時間に行ってるんですけど、大体この時間に行くと顔ぶれも大体みんな一緒で、平日はで、まあ、その中でも、まあ、個性的なキャラがいるので、まあ、その個性的なキャラの、一人をご紹介したいなと思いますが、毎日見るので、結構あだ名を勝手につけるんですけど、僕がつけた一人の人を、まあ、今日はご紹介して、お別れしたいなと思うんですけど、まあ、その人がですね、白ガンジーっていう、まあ、ガンジーみたいな感じのガリガリの人なんですけど、まあ、肌の色は真っ白っていう感じの、まあ、日本人の人なんですけど、スキンヘッドでガリガリで、もう骨とかも見えてる感じなんですけど、まあ、ガンジーみたいな感じで、まあ、見た目が似てるっていうところと、あとなんかものすごいストイックにサウナを極めてて、一人で黙々と整ってはるので、白ガンジーと僕は勝手に呼んでるんですけど、なんかいつも僕はその白ガンジーが来た時ぐらいにちょうど上がるっていう感じなんで、なんかその白ガンジーを見たら、あ、もうそろそろ上がる時間かってなって、まあ、帰ってきたらちょうど7時ぐらいっていう感じになってますので、今日は皆さんに白ガンジーを知ってもらえたらなと思いますので、最後に白ガンジーの紹介という感じで、まあ、今日は平凡な一日を終えたいなと思います。はい、ということで、まあ、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。嫁も帰っていたので、じゃあこれでお別れです。見てもらってありがとうございました。おかえり。